えー、皆さんこんこにちは、えー、和監督です今日は僕の大好きな漫画の「ハンターハンター」36巻について考察をしていきたいと思います、えー、この36巻の表紙なんですけれども実は、まあ「ハンターハンター」好きな人だったらわかると思うんですけれども、えー、12巻の表紙とすごく似ています12巻の表紙には えー、幻影旅団のキャラクターが描かれていて今回の36巻は、えー、12巻の登場のね現役旅団が登場した時の、えー、死んじゃったキャラクターっていうのがこう花になっているっていうことはあのネットで、えー、考察をされていますで今回僕が注目した部分なんですけれどもこの表紙をね開いたところ作者のコメントがあるんですけれども。 こちらをご覧くださいらね作者の富樫さんから「ネタバレあえてね」っていうことが書かれていたんですねで36巻をですねこう何度か読み返してみたんですけれどもこのコミックスの内容に対してネタバレの要素があるようには僕には思えなかったんですね「でハンターハンター」大好きでずーっと読んでいてうん 戸樫さんがあえてここにネタバレっていう書くのは多分表紙のこういう分かりやすいところにネタバレをするんじゃするような人じゃないよなっていうふうには思っていてで何何度も何度ももも読み返したんででですねでまあ内容にもネタバレの要素がないで一体この,あの作者の戸樫先生がネタバレって言ったのはどういった部分にネタバレがあるのかっていうのが今回のメインの考察なんですけれども。 まあネットとかで言われているのがファンの方たちはこの鼻の部分があの死んでいるからまあどうのこうのっていう考察表紙の部分で考察をしている人が多いんですけれども僕が注目したのがこの背拍子の部分なんですね。この背拍子の部分っていうのがまあ原栄旅団の団長のクロロであとは新しく入ったそのキルアのお兄さんの。 イルミがが後ろかから見てていいるっていう部分がこの背拍子の部分分このの背に描かれてます多分ねその表紙に書かれている部分とこの背拍子の部分っていうのはイラストは一緒だと思うんですよ。でえー、団長のねクロロとヒソカがあの結構前の話で戦ってネットではねなんか賛否両論あったんですけど僕ね あの時に密かが死んだ時にえ町が立ち会うんですけどまあ生き返る時にチが立ち会うんだけどなんであの時にチを殺さなかったのかなっていうことがずっと気になっていたんですよ。で普通あの幻影旅団を密かが全滅させるんだったらあそこでチを殺すはずなんだよなっていうチっていうのはこのキャラクターですね。このキャラクターがマチなんですけど密かはチを殺してないんですよ。 で今回のネタバレっていうのはもしかしたらこの部分にあるんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は考察しましたネタバレというのはまあ減塩旅団はおそらくまあひそかなりクラピカなりに、えー、と殺されると思うんですけど実はこれコミックスこうやって撮るとですねマチがこれおかしいですよね僕が思うに今回の、えー、作者の富樫さんが言ったネタバレっていうのは まあ今回「町は殺されないよ」っていうことが、うん、あのネタバレっていう部分なんじゃないかなっていうふうに僕は考察をしました。でなんでねこの部分に気づけたのかっていうと僕漫画大好きで子どもの頃からよく読んでるんですけれどもあのー。 表紙の部分をめくると実はあのイラストが少し変わっていたりとかこのコミックスのこっちの方でね、えー、と遊び要素をするっていうのは結構あの漫画の中ではよくあのー、作者の方が遊ぶ部分で結構多かったりする部分なんですよ。でまあ探してみたらああ背表紙の部分が違うなっていうことに気づいたんで。 これはちょっと街は原因旅団の中で死なないっていうことがネタバレなんじゃないかなっていうふうに、えー、僕は考察しました、えー、皆さんはどう思いましたかもしねえっ、ー、とこの動画を見てこのハンターハンター36巻に書かれてるこの部分のネタバレっていう部分ねこのネタバレの部分が皆さんがどういうふうに 考えてていいるののかっていうのをねぜひコメント欄でねあの僕はこういう風に考えたよっていう部分があったらぜひあの下のねコメント欄に書いてみてください。「一緒にハンターハンターの楽しめたらなっってていう風に思ってますハンター」ハンター,ンターをねまだ読んでない、えー、リスナーさんぜひあのすごく面白い作品なんで読んでみてください。それじゃあ今回の動画終わりにします。 えー、グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。ワド監督でした。